はい、それではね、今回は四角1のか四角3のカッコ1から四角3のカッコ4までやっていきます。はい、それでは早速四角3カッコ1ですね。はい、 DNA の複製のお話です。はい、丸 1DNA の複製様式は何ですかっていう話ですね。はい、何て言われるんでしたっけ。複製様式は半保存的複製でしたね。ちょっと黒板がうるさい。半保存的複製、半保存的複製でした。はい、ではその後丸2番、この半保存的複製によって DNA が複製されているっていうことを示したのは誰だったかね、誰だったかっていうと、これはメセルソンとスタールですね。メセルソン、スタールですね。はい、じゃあ次丸3番は丸1で継ぎ足しながら複製していく鎖は何ですか。半保存的複製においてね、継ぎ足しながらね、半保存的複製 DNA の鎖がこんな風にあったらね、こっちか5ダッシュで3ダッシュ5ダッシュ3ダッシュで5ダッシュから3ダッシュの方向にしか複製はできないってことでしたから、5ダッシュ側からこっち側はこういう風にきれいに複製できるけれども、こちら側は3ダッシュ5ダッシュまあこんな風にちょび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 複製していくってやつですね。はい、こういうの、こっち側はラギングさですね。ラギングさ、で丸4番、丸3ラギングさで特徴的に見られる DNA 断片のことを何と言いますか。これは岡崎フラグメントですね。ね、はい、岡崎フラグメント。では次四角三括弧に行きましょうか。四角三括弧に遺伝子発現の話です。丸1、一つの遺伝子が一つの形質を支配するという説。はい、まあ形質はね、大体の場合タンパク質、まあ酵素によってね支配されていることが多いということで、1遺伝子1酵素説ですね。と言っていた。しかし、まあ近年、タンパク質、酵素とかのね、解析が進んでいって、で、酵素っていうのはいくつかのサブユニットからなってるということがよく分かった。じゃあ、ちょっと1電子1酵素説っていうのは正確な言い方じゃないな、ということで言い方が変わりましたね。なんて変わったか。っていうと、1遺伝子、1ポリペプチド、説、一遺伝子一ポリペプチド説っていう風に名前が変わったんですね。はい、で一遺伝子一ポリペプチド説に名前が変わったこの一遺伝子一酵素説に関しても丸2番ね、一遺伝子一酵素説を示したのは誰ですか。示したっていうかね、まあ提唱したって言った方が正しいですかね。したのは誰ですかっていうと、これはビードルとテータムですね。めっちゃ人の名前いろいろ出てきて大変だと思いますけど、しっかり覚えようね。で次、丸3番はビードル・テータムが利用した実験材料、これ1遺伝子1酵素説をやるときに非常にね、まあ有用だったね、この実験生物のことは赤パンカビですね。赤パンカビ、はい。じゃあこの有用だった実験生物赤パンカビ、なんでこいつを使ったのか、なんでこいつが有用なのかってことですね。はい、これしっかり押さえよう。はい、まず1個目は核層が単層、もうこれがね最大の、お一方いいね、核層が単層、これがね最大の特徴ですね。核層が単層、核層が単層ってことは、ちょっと右にね核スペースあるのでここに書いておいてください。核層が単層ってことは、これは表現型と
遺伝子型。が一致するってことですよね。で、遺伝子型が例えば単素なわけですから1個ですよ。遺伝子 A ってやつだったら表現型は絶対にこの A ってなる。これが複層だったら表現型 A っていうのは、これ複層の場合ね、これだってラージ A ラージ A かラージ A スモール A か分かんないじゃないですか、ね、でもこっちか単素なおかげで遺伝子型がと表現型が一致するというわけですね。 OK。 はい、じゃあ次から下、ここから下はね、よく実験生物に共通的に見られることなので、まあ、これも頭の中にしっかり入れておきましょうね。まず1個目、変異体を得るのが容易。まあ突然変異をねさせるのが簡単ってことですね。もう服装のやつこれ消しますね。大丈夫？消すよ。変異体を得るのが容易。じゃあ次、その下。その下は一世代が短く、一世代が短く培養が容易。まあものによってはね、培養ではなくてあれですけどね、あの飼育ですけど、ね、まあ今回は培養、ね、培養が容易。あ、なんか一個上の容易の意が感じがおかしいな。はい、でその後、逆か、下がおかしい、ごめんなさい、下がおかしいですね上が合ってた。はい、で3つ目はクローンを多量に得られる。同じ表現型、遺伝子型、まあ、同じ遺伝子型って言った方がいいですね。クローンが容易に。得られる。同じ遺伝子型のね、実験個体をたくさん作ることができるってことですね。はい。丸5番。すべての細胞はすべての遺伝子を持っているっていうのは、これは何て言いましたっけ？このことを全能性って言いましたね。はい、OK ね。大丈夫ね。それじゃあ次行きますよ。次。四角三角三、突然変異のお話ですね。突然変異、大きく分けると何変異とどんな変異とどんな変異がありますかっていうと、これは大きく分けると染色体突然変異と遺伝子突然変異ですね。はい、 OK。 それじゃあ丸2番いきましょうか。丸2番、染色体突然変異にはどんなものがありますかっていうと、2つ分けるとそこに書いてある構造変異っていうのと数変異っていうのがある。じゃあまず構造変異。構造変異のやつは4種類ありましたね。4種類。パッパッパッ、ん？パッパッパッパと言えますか？ね。よく、ね。遺伝子突然変異の方でね、ごちゃごちゃになってる人いますけど、ここちゃんと整理して頭の中に入れてよ。はい。まず1個目。1個目は結質。質。ね、で挿入で逆位で点座ですね。点座
染色体突然変異の構造変異の中でこの点座っていうのが染色体突然変異には特徴的なものですね。遺伝子突然変異にはないものですね。 でその後数変異ですね。数変異としては倍数体っていうのと、ね、3倍体とかね、種なしスイカとかあるじゃないですか。倍数体感じ違うね。倍類体になってるね。倍数体とか、異数体ね。異数体は三毛猫のオスとかですね。はい、異数体とか、あとは第2猫鳴き症候群ね。21番染色体トリソミーってやつですね。はい。じゃあ次、丸三番いきましょうか。丸三番。丸三番は遺伝子突然変異にはどんな変化があるかってやつですね。はい。っていうと、途中まではさっきの染色体突然変異と一緒ですね。結質、挿入、逆位、で、置換です。まあ、実際のね、遺伝子突然変異で多いのはこれですね。自然状況ではこれが多いかな。で、あれ、遺伝子突然変異を誘発するような、まあ、物質、紫外線あったりとかね、そういうことをすると多いのはこれかな。結質、塩基がぶっ壊れるっていうパターンが多いですね。じゃあ次いきますか。次っていうかこれですね。これは遺伝子突然変異って言ってるけど、何の変化なのか、実質的には何の変化なのかっていうと、塩基配列の変化だなと。ね、遺伝子突然変異ってね、なんか染色体に突然変異が起こっても、遺伝子が突然変異しそうじゃないですか。ね、まあ実際するんですけど、こっちっかの遺伝子突然変異っていうのは、じゃあ初期の染色体突然変異に含まれるんじゃないかっていうと、そうじゃなくて、もっと細かいレベルで、ね、塩基、配列の変化が起こるよってことですね。はい。OK。じゃあ次行きましょうか。四角三角四。四角三角四は遺伝子発現の調節の話ですね。はい。オペロン施設を打ち立てたのは誰ですかっていうところは、ジャコブとモノですね。はい。その後、RNA ポリメラーゼが結合するのはどこですかっていうところは、プロモーターですね。はい。で、その後、調節タンパク質が結合するのはどこですかっていうところは、オペレーター。オペレーターですね。はい。で、丸4番は、ある体節が他の体節の性質に変化を引き起こす遺伝子のことを何と言いますか。ね、これ、バイソラックス突然変異とか、アンテナペディア突然変異とかありましたね。ね。ホメオティック遺伝子ですね。ホメオティック遺伝子。じゃあ次、いくつかエキソンも取り除くスプライシング。普通のスプライシングはイントロなんだけどね、スパスパスパッと抜いていきますけど、エキソンもね、まあ、ついでにポイっていくつか抜いてしまうってやつは何てやつでしたっけ。これはね、選択的スプライシングって言いましたね。はい、大丈夫でしょうか。はい、じゃあここまで終わりですね。はい、それでは次回は四角さんの括弧をバイオテクノロジーのお話をしていきますので、次の動画へどうぞ。